ポケモンゆっくりスクールにようこそ。部長の霊夢です。マリサだぜ。今回はポケットモンスターダイヤモンドパール、プラチナ、そしてリメイク作ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールの女の子主人公である光について解説していきますよ。旧作のダイヤモンドパールと新作のダイヤモンドパールの光を比べてみて一体どういった違いがあるのか気になるぜ。ポケモンレジェンズに出てくる章にも関わってくるので一緒に学んでいきましょう。もし面白そうだと思ったらこのスクールに入学してくださいね。それでは授業開始です。さて、まずはゲームの主人公としての光はどんなキャラクターなのか見ていきましょう。双葉タウンで母親の綾子と暮らしています。同じ町に住む純とは幼馴染みでありライバルでもありますね。ちなみに、綾子若奥様は従来の母親と異なっていて、コンテストのマスターランクに出場することがありますよ。いや若奥様って。父親の詳細は不明ですが、母綾子曰く主人公とそっくりらしく、純の父である黒粒のセリフから彼と交流があったことが伺えますね。ゲーム中のポケモン図鑑の高さ重さ比べからわかる身長体重は、身長 1.40m で、そしてなんと体重 34kg なんですよ。ええ、私と 30kg も違うなんてかなり鎧いな。いやそれあんたがぽっちゃりなんだよ。ダイヤモンドパールでの服装は、白いニット帽、黒いノースリーブ、ピンクのミニスカート、膝丈の黒い靴下にピンクのブーツ、長く赤いマフラーを巻いているほか、右手首にはブレスレットのようなアクセサリー、左手首には赤いポケッチをつけていますね。髪留めとボストンバッグの色は黄色。ちなみに、マフラーが短く結び目が左にある形なのはアニポケ版の光なので注意してくださいね。ああ、そういえば違っているな。全然気づかなかったぜ。プラチナでの服装は、白いニット帽で、ダイヤモンドパールとは模様の切れ込みの位置が逆になっていますね。また、赤いコート、ピンクのブーツとまさに北海道をモデルとした神王らしい服装になりました。結構露出の高い旧デザインもいいですが、こちらもいいですね。いや旧デザインをそんな風に見てたの？マフラーと靴下の色は白になってますね。さらに靴下は、膝上丈になっているのもポイント。コートの左袖の上には赤いポケッチをつけていて、髪留めの色はピンクでボストンバッグの色は雪国らしく白。髪型は共通で、ロングヘアの後ろに結んだ市房が他より長くなっていますね。ゲーム上のドット絵では青みがかっていていますが、公式イラストでは、純粋サイヤ人を思わすような黒髪ですので、注意してください。いやなんでドラゴンボール出てくるんだよ。一見ハーフアップのような髪型ですが、顔の両サイドの房も髪留めで留めているため、それとは少々異なる言い方をしていると思われますね。こうやってみると、ポケモンだけではなく、キャラクターのデザインもすごいこだわりがあることがよくわかるな。ところで、新作のダイパトはどういうところが変わったんだ？最近発売したリメイク版の BDSP では、第7世代以降の仕様に沿って見た目をなんと4種類のうちから選べることができます。服装はダイヤモンド、パールと同じですが、セットアップでの衣装変更が可能になりました。衣装によっては髪型も変わることがあって、画像のレザージャケットスタイルがその例。コンテストに出場する際は、綾子からもらったドレスを着用することになります。おお、そんな変更点か。ディープトでは公式イラストが存在せず、グラフィック上では中央にリボンがついたピンクと白のドレスにリボンの髪飾りをつけているのが確認できるのです。ちなみに、アニポケ版の光のものとはデザインが大きく異なっていますね。リメイク版の BDSP ではリボン系の髪飾りはそのままに、胸元の赤いリボンとストライプへのアクセントが特徴的な白いドレスとなっていますね。結構ゲームとアニメの性格とかデザインって異なってるもんな。そういえばポケモンマスターズでは声優さんはつくけど一体誰が光をやっているんだ？ポケモンマスターズでの声優さんは高橋理恵さん。有名どころで言うと、この素晴らしい世界に祝福をのめぐみん。また、リゼロのエミリアですね。おお、女主人公だけあってそんなすごい声優さんを使っているんだな。ちなみにアニポケでの声優さんは豊口めぐみさん。マスターズでの性格は、前向きでお世話好きな性格ではありますが、実はちょっとおっちょこちょい。性格付けや一人称は原作で女子として登場した時のものがベースとなっているようですね。実装時には、エピソードイベントコンテストに輝く光が開催されました。パートナーポケモンはナエトル、ハヤシガメ、ドダイトスだったよな。そう、草タイプのサポートバディーズです。全体防御バフのディフェンダー具と味方1体を状態異常状態変化含めて全回復するトレーナー技を持っています。攻撃を受けるたびに相手に A デバフをかけ、同時に自分に A バフをかけるパッシブスキルも持っていて、物理タンクとして高い性能を持っていて優秀なんですよ。バディーズ技も自らの A バフがかかっているほど威力が上がるという、サポートの中でも攻撃的な性能をしていますね。
ちなみに、レアリティが EX になると緑黄色茶色を基調としたカラーリングの衣装が追加されていますよ。また、スイートな衣装の光魔ホイップも登場しています。ほう、衣装は異国のパティシエのような素敵なデザインだな。また、パティシエ帽子が歴代のニット帽のような垂れたようなデザインになっているのが、またすごいですね。それにしてもクッキングアイドルマインにそっくりですよね。思ったけど言っちゃいます?冗談はさておき、よく見ると、髪留めがイチゴのように表現されていて、より魔ホイップとお揃い感がありますね。また、色合いが赤ピンク白とプラチナ版の服装を彷彿とさせるものになっていますよ。さて、話は新旧ダイヤモンドパールに戻して、女子としての光の活躍も見ていきましょう。ゲーム開始時に主人公を男の子にした場合、七かまど博士の女子として光という名前で登場します。そうか、前作のルビサファとは違って、もう一人の主人公がライバルになるわけではないのか。ええ、双葉タウンの隣町であるマサゴタウン出身。ゲーム内で確認できる家族構成は祖父と父親、妹。母親についてはわかりませんが、実は父親も七かまど博士の助手を務めていたのです。そして、先輩トレーナーとして主人公に様々なことを教えたり、道具をくれたりしますよ。もしよければ、私もトレーナーとしての基礎を教えてあげますので、ぜひコメント欄で言ってくださいね。いや、手に持ってるものは何でしょうか?ちなみに BDSP における強化四天王戦後のパーティ、ナエトル選択時は、アニポケ版を思わせるパーティ構成になっていて、パチリスの代わりに綺麗花が加わっているほか、アニポケ版では進化していなかったポケモンが最終進化系で登場しています。ほう、アニポケとの時系列に何か関わりがありそうだな。さて、もうすぐ発売するポケットモンスターレジェンズでは、赤いマフラーを羽織り防寒具ながら忍者のように身軽そうな服装ですね。女主人公の公式デフォルト名は、ショーとなります。え、じゃあ別人だから今回のテーマに入らないんじゃないか?いえいえ、そんなことありません。ものすごく関わりがあるので聞いていてくださいね。ダイヤモンドパールプラチナの主人公光を思わせる印象を受けますが、先祖であるかよく似た他人であるかは今のところは不明ですね。ただ、現時点では関係は不明ですが、ディープと及び BDSP よりもはるかに昔の出来事を書いた作品であるため、他のキャラクターと同様に先祖である可能性は高いですね。おお、新作が待ち遠しいぜ。また、北海道がモデルだけにアイヌを思わせるようなテイストとなっているのいいよな。そして、ここが光とのつながりを感じられるポイントで、一見名前を聞くと光とは、全然関係なさそうに見えますが、男主人公のテルとショウは、テラスから来ているのでしょう。ダイパの光輝は、光輝、光は、光の光を照らすというつながりを持っています。さらに、彼女の英語名は明かりで、旧作品のダイヤモンドパールの光を彷彿とさせる名前になっています。おお、本当につながったぜ。これはめっちゃ面白いな。海外では、ショー&テルと話題になっていましたが、海外の教育科目ショー&テルという自分の家から持ち物を持ってきて、みんなの前で持ち物について発表するという教育科目のことを言います。また海外では、霊と怒りに似ているので、エヴァオマージュと予想されていました。なるほど、光はショーのクローンということか。いや、なぜそうなる。さて、今回はここまでにします。視聴者さんの好きな歴代の光がいれば教えてくれよな。それでは皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。